博士、最近一段と寒さが厳しくなってきましたね。こんな時は温泉に浸かり、温かい鍋でも食べに行きたいですよね。そうじゃな、温泉と鍋、最高じゃの。じゃあ、裏子が研究所の新年会を計画するね。どこがいいかな。僕は冬の名物、あんこう鍋が食べたいですね。あんこう鍋、それは最高じゃな。コラーゲンでお肌がプルプルじゃ。あとは冬の味覚といえば、カニすきも捨てがたいの。最後の締めに雑炊、もうたまらんの。締めの雑炊、もう最高です。あと鍋といえば、僕は味噌仕立ての。ちょっと待ってよ、二人とも温泉はどこに行っちゃったの。食べることだけじゃない、だからお腹がぽっこりになっちゃうのよ。もう久々にスクワットする。スクワットだけは許して。じゃあ研究所の新年会計画するわよ。あくまでも温泉メインでね。運転手はセニョール、いいわよね。はい、スクワット回避できるならお安い御用だよ。では今回は新年会の前に、そんな研究で良いかの。冬の高速道路の安全走行について研究せよですね。はい、博士よろしくお願いいたします。まず最初に、冬のドライブで大切なことは、ドライブの前にしっかりとした計画を立てることじゃな。事前の計画は冬だけじゃなく、いつの季節も大切じゃないの。浦子くん、でも特に冬は重要なんだ。冬のドライブは積雪や視界不良など天候で大きく移動時間も変わるので、安全なルート選びが重要になるんだよ。そのためにも最新の交通情報や気象状況のチェックは絶対に必要だね。あと冬は車の事前準備も重要だったわね。当然スタッドレスタイヤは冬のドライブには必需品。それと冬用のウォッシャー液に雪用のワイパーブレードもあれば便利よね。それ以外にはあとは何があるのかな。行き先やその時の天候にもよるが、車についた雪を落とすためのスノーブラシや、駐車場からの脱出ルートを作るためのスコップ、場合によってはタイヤチェーンも必要なんじゃよ。裏子の車は四輪駆動にスタッドレスタイヤを履いてるけど、それでもタイヤチェーンは必要なの？確かに通常のタイヤチェーン規制は四輪ともスタッドレスタイヤを装着していれば OK なんじゃが、昨年末から豪雪地域のごく一部の国道や高速道路では、規制がかかるとチェーンを装着していないと走行できない決まりができたんじゃよ。それって昨年の冬の大雪の時に何日も車が立ち往生し交通麻痺したことが原因と聞いています。通常では通行止めレベルですよね。そうなんじゃ。そこで生活をしている人は大変じゃが、観光で訪れる場合は気象状況によっては旅を延期することも考えるべきじゃな。しかし規制とは別に、緊急脱出の時にはチェーンが役立つ場合もあるので、装備しても良いのではないかな。そっか、確かにどうしても脱出できない状況ではスタッドレスタイヤはタイヤチェーンにはかなわないわよね。あと実際に冬の高速道路を走るときってすごくドキドキするよね。どんなことに注意をすれば良いのかな。冬は時間や場所によって路面状況が大きく変化するので、その点について、セニョール君説明できるかな。はい、お任せください。まずは時間ですが、路面が昼間は濡れているだけの状態でも、夜になり気温が下がると凍結が始まり滑りやすくなるんだ。そのため朝晩は全く状況が違うと考え、路面状況を判断し強靭した走行が必要なんだよ。次に場所じゃが、橋の上やトンネルの出入り口、日陰になりやすいコーナーなどは昼間でも他の場所より気温が低く路面が滑りやすくなることがあるので、このような場所に差し掛かる際は十分に注意が必要じゃな。やっぱり高速道路走行は安全のため、季節に関係なく車間距離をしっかりと保って、
急がつく急ハンドル、急ブレーキ、急加速は絶対にやっちゃダメなのね。それとよく屋根に雪を積んだまま走っている車があるけど、あれは危ないよね。うん、確かにあれは危ない。前から突然雪の塊が飛んでくると避けようとして反射的にハンドルを切ってるね。まさに急ハンドル、これは絶対にやめてほしいよ。高速道路では自分の車の屋根から雪が後ろに飛び散り加害者に、そして一般道ではブレーキや減速時に運転席前のガラスに雪が滑り落ちて一瞬にして視界を失い自ら被害者に。走り出す前にスノーブラシで雪は必ず落とすことじゃよ。冬の高速道路は気持ちと時間にゆとりを持って、慌てず焦らずしっかりと計画を立てることですね。そうじゃな。冬の高速道路の安全走行には段取り8分ゆっくりと安全ドライブで決まりじゃ。ところで鍋は何になったの？やっぱり味噌仕立ての。セニョール、やっぱり今からスクワット。